それでは、はい、10周年を迎えましたマダラオジャズ2016もあと残すところ3バンドです。続いてのバンドは、はい、2回目のご出演、はい、ホリンキー・ルイス・ジャズ・オーケストラの皆さんです。お願いします。こんにちは、ホリンキールイスジャズオーケストラと申します。よろしくお願いします。1曲目をお送りいたしましたのは、ベニー・グッドマンやバディ・リッチなどの有名なアーティストが数々の名演をお聞きいたしましたビューグル・コール・ラグという曲でお送りいたしました。ソリストを紹介したいと思います。テナーサックス稲垣あやみ、トロンボーン金田拓也、ホワイトサックス野呂一、そして私トランペット清水憲之でした。はい、ということでですね、我々もですね、東京から、北陸新幹線を使わずバスで、ここまで、5時間かけてやってまいりましたけれども、まあ、なんといってもやっぱり標高 1000m の、この緑豊かな場所でもう見渡す限りもうビルというものが一切見当たらないこの環境下で吹くことがもう去年初めて出たんですけれども、すごいそれが快感といいますか気持ちよくてですね、今年も出れたらいいなと思ってたら無事なんとかここまでなんか出ることができて、すごい私自身もすごい楽しみにして、すごい MC も緊張してるんですけれども、まあちょっと温かい目で見守っていただければなと思います。ちょっとところどころ日本語が変かもしれないんですけど、その点もなんか優しい心で頑張っていただけたらなと思います。それでは次の曲に参りたいと思うんですけれども、次の曲はですね、これは非常に多分知らない人はいないんじゃないかなという曲を、東京ブラススタイルというアーティストさんがですね、
まあ、アレンジといいますか、演奏した曲でもありますが、それをちょっと、まあ、ビッグバンドの人数でやってみようということで、今回ちょっとご用意してきましたので、聴いてみてください。まあ、小さいお子さんとかもちらほらいると思うので、もしかしたら振り返って、こっちの演奏を見てくれるかなと、ちょっと期待をして演奏しようかなと思います。手拍子ももしよろしければ、よろしくお願いします。では、参りましょう。アンパンマンのマーチ。アンパンマンのマーチお送りいたしました。ソリスト紹介したいと思います。アルトサックス鶴見周平、トランペット高橋ゆめ、そしてピアノフォルテ日野由紀子でした。いや皆さん温かい手拍子もありがとうございます。こうやって曲演奏して手拍子をしてくれるだけでも我々にとってはすごい
元気が出ると言いますか、とても楽しく演奏できる、本当に元気の源になりますので、今後も手拍子できるような曲揃えておりますので、よろしければ手拍子の方もしていただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。ちっちゃいお子さんもですね、手拍子をしてくれたりなんか弾いてくれたりとか見受けられたので、とてもすごいやりがいがありました。ということで次の曲参りたいと思います。我々のバンドですね、ボーカル曲も触っておりまして、次やる曲は主曲のバラードなんですけれども日本語合ってますか日本語合ってますか、大丈夫ですかそれでは紹介いたしましょう。ボーカル堀越しおり。ちなみになんですけれども、ホリンキールイスジャズオーケストラ、簡単に、バンドの由来、バンド名の由来なんですけれども、まずホリンキー、なんだこの単語はって思うんですけれども、この今ボーカルでこれから歌う堀越しおり、彼女がこのバンドのリーダーでございます。で次にルイス、これ誰よって話なんですけれども、ちょっと調べましてというか、ちょっと忘れてたんで調べたんですね、はい。でそしたらですね、ディズニーのキャラクターで、プリンセスと魔法のキスというディズニーの作品があるんですけれども、その中で登場してくるルイス、ワニのキャラクターがいると思うんですよ。トランペットを吹いてるワニのキャラクター、なんかそのキャラクターがジャズが好きでトランペットを吹いているということで、我々もなんかディズニーというか、そういったすごい楽しく彼のように吹けるようなバンドでなれたらいいなということで、メンバーも集めて結束したんですけれども、なんだかんだこのリーダーの堀越しおりさんは楽器がトロンボーンなんですね。トランペット全く関係ない、かといってこうやって MC で喋ってる自分がリーダーバンドではないという、全くちょっとわけのわかんない環境になってるんですけれども、そんなことはさておいて、次の曲に参りたいと思います。次の曲もですね、聞いた話によると、この曲を作った人がどうやってこの曲ができたかということなんですけども、飛行機に乗ってる最中に雲の中に飛行機が突っ込んだらしいんですよ。突っ込むって言い方おかしいですけど、雲の中に入っていって、すごい霧が出てくるじゃない。その霧がテーマで、パッとひらめいたみたいで、飛行機が到着後に近くのホテルというかピアノがあるところを一生懸命探して作り上げた曲でもございます。今日はですね、運をよく霧も全くない快晴ではない晴れたすっきりとした天気の中で、この曲を演奏しちゃいます。ミスティです、どうぞ。I'm as helpless as a kitten at the street.
ミスティでございました。ボーカル堀越よりにもう一度大きな拍手をお願いいたします。ということで、まあ、このままこの1曲で終わるのもなんか物寂しいので、次の曲もちょっと堀越よりさんには歌ってもらおうかなと思うんですけれども、次の曲もですね非常に有名な曲をご用意しちゃいました。もう美空ひばりさんとかもカバーしちゃうくらい本当にもうみんなが知れ渡っている曲をとてもノリノリで、これもすごい手拍子が聞くという曲を手拍子が聞くという曲を用意いたしました。いやー本当ちょっと喋ってるとすごい緊張するんですけれども、まあ、この皆さんの手拍子が我々の緊張をきっとほどいてくれることでしょうということで、また2曲目と同じように温かい拍手皆さんどうぞよろしくお願いいたします。続いてのナンバーです。ラブです。堀越よりにもう一度拍手お願いします。ありがとうございます。ということで、この曲で、ね、最後といたします。2回目ということで、まあ、この素晴らしい天気の中、緑豊かな中、演奏できて我々とっても幸せでおります。手拍子もありがとうございます。
してこの曲で締めたいと思います。ハンドベジーオーケストラの生でパッシーミーティングユコリンキー・ルイス・ジャズ・オーケストラの皆さんでした、すごい演奏でしたね。すごいですね。ガンマスカリーダーの方、お話はどなたがいいかな、こちらにこの合間にいただけるかな。あ、コリンキーさん、後半のこの後ろのですね、テントのインド料理のお店がなんと半額、お持ち帰りもかというのを始めるそうです。ぜひ夏の暑い日はカレーが似合います。半額セール開始、よろしくどうぞ。あ、じゃあちょっとホリッキーさんと会話して。あ、お疲れ様でした。ありがとうございました。よかったね。選曲がいいというか、おじさんたちにはもうたまらない選曲で。あ、嬉しいです。ありがとうございます。あの、皆さん平均、ね、何歳ぐらいなんですか。平均25歳とか。あ、じゃあ若いんだ。そこら辺ですかね。で、これをそういうスタンダード系が多いですね。あ、そうです。スタンダード系を主にやってます。あ、はい、で大変聞いてていいし、それから楽しそうね、みんな。あ、嬉しいです、ね、その言葉が一番嬉しいです。少々ね、ちょっと音が違ったり食ったりするんだけど、そういうのもあっても楽しくやってるという、なんていうか嬉しい、はい、あ、嬉しいです、ね、練習をどのくらいやってるんですか。練習は月に1回か2回集まってやってる。でもよく揃ってるし、もしのみんな人の音聞いてるよね。あ、本当ですか。ありがとうございます、ね、だからあのバランスがいいし、あとは一人一人技術がもっと練習して上がればさらに良くなるんだって。普段はどんなところでやってるんですか。普段はあの東京の大井町というところで、大井町で、はい、品川の近くの、はい、そこで練習をしています。で、あのこういう人前で演奏するとどんなところでやるんですか。あ、いや、でも年に 2,3 回ぐらいで。あ、いや、そのうちの1回がマダラオで。あ、そうです。去年もあの出させていただいて、ね、はい、フレッシュな感じがする。今年あの古いっていうかスタンダードの、まあ、今から40年とか30年前ですよね、はい、なんだけどやっぱりあなた方やるとまたちょっと違うんだよね。あ、本当に。よくだ、うん、軽くて明るくてって感じがしてね。それが持ち味なの。そうですね、はい。今レパートリーはどのくらいあるんですか。レパートリーは10曲、20曲、
今までやった曲を全部またすと、うん、きっと20曲はいってると思うんですけど。なるほどね、はい、で新曲も常にチャレンジするんですか？稽古して譜面配って音聞いて。そうですね、はい、だいたい月に1曲ぐらい仕上げていく。そうですね、はい。その新曲決めるのはみんなやりたい曲あるじゃないですか、はいはい、投票で決めるの？いや、投票で決めるときと決めないときがあります。あとバンマスがやるぞって言えば。そうですね、その次のステージのに合ったものをというか、うん、そういうことか、はい、今日もあの小さいお子さんから、うんうん、あのアンパンマン受けてましたよ。よかったです、アンパンマン選曲です。はい、よかったです。あ、そうか、でもそういうなんていうの、柔らかいっていうか、はい、ね、柔軟な感じもいいですね。